来い。お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。とりあえず家事と洗濯と料理と、それから、たくあのクソガキどこに来やがったんだ。アリス、アリス。ああ、そこにいたか。こいつはアリス、面倒を見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。いいな。はい、トット。一階を片付けたら二階を頼む。はい、トット。ビールを持ってこい。ただいま。ちょI'm
よくここで遊ぶの？退屈そうね。私と一緒に遊ぶ？焦るんじゃねえ。イライラすんだよ。すみませんでした。いいか、俺を怒らせたくなきゃ二度と触るんじゃねえぞ。怒らせたくないだ。はい、トット。今すぐにそれをやめろ。たくイライラさせやがって、何だってんだよ。一回は終わりました。2階に行きます。やることやって俺のことをほっといてくれ。
それではスポーツです。まずは労働省によると10月には雇用者数がさらに22万5千減少し、全国の失業率は 37.3% に悪化する見込みだと言われている。ウォーレン大統領がサイバーライフ新工場の完成記念式典に出席しました。式典では大統領がアメリカ経済におけるサイバーライフの目覚ましい業績を改めて強調し、お部屋のお片付けをさせてね。2分で終わるからいい？アリス。
読書が好きなのね。不思議の国のアリス、そうよね。私は記憶が消されてしまったの。私が前のことを思い出せるように、よかったらあなた手伝ってくれる？好きなものは？好きな遊びとか場所とか食べ物とか私に教えてくれない？あなたが名前をつけてくれたの？カーラ、いい名前。何からつけたの？そう、一人になりたいのね。もう行くわ。何してる？遊んでるの。遊んでる？こう思ってんだろう。親父はクズだって。うん？仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。俺には分かってんだ。さあ言え、憎いんだろ。俺は何してんだ。ごめんよアリス、許してくれ。ごめん。
父さんをお前は愛してる。分かってるだろう。